ナビガ通り級駆逐艦。ナビガ通り級駆逐艦はイタリア海軍の駆逐艦の艦級建造途上で偵察艦に艦守変更されたが、1938年の艦守変更で駆逐艦に復帰した。なお艦級名は各艦の艦名が著名な航海者を艦していることに由来する。イタリア海軍は地中海という、 限られた海域での行動を主としていることもあり、20世紀に入って、高速警戒な艦艇の建造を進めてきた。その一環として整備されたのが、軽装甲、高速の偵察艦、である。これは、軽巡洋艦や偵察巡洋艦に相当するもののほか、実質的には、巡洋艦と駆逐艦の中間的な共同駆逐艦と言うべきものも多か。 1926年より、フランス海軍は、軽巡洋艦の任務を肩代わりする大型駆逐艦、水雷艇駆逐艦、として、シャカル級の配備を開始した。当時のイタリア海軍は、フランス海軍と地中海の派を争っており、これに対抗して、1926年度計画で、偵察艦をベースにした大型駆逐艦の建造を盛り込んだ。これが本級である。 基本設計は、偵察官からの派生となっている。線形は、選手同型、監視形状は、直立に近いものであった。尖閣重量軽減のため、外反の大部分は、亜鉛メッキを施した、高張力鋼としている。主戦体内には19枚の隔壁が設けられていた。しかし、角の尖閣重量削減などの影響で、竣工直後より復元性の問題が、 現在化した。このため、まず1930年より、環境構造を3層から2層とするとともに煙突を、現行、マストも三脚式から、ポールマストに変更するなどの改善工事が行われ、1932年にも、復元性の改善を目的とした改修がなされた。この際にジャイロスタビライザーの装備スペースが確保されたが、結局装備はなされなかった。しかし、 これでも改善は十分でなく、1939年から1940年にかけて、ニコロス・ソダレッコ、アントニオット・ウソギマーレを除く10隻に対して、船体幅を1メートル拡大するとともに、艦首形状をクリッパー型に改め、顕著なフレアを伏すという、ほぼ心臓に近いレベルの抜本的な回収が施された。またこれに合わせて、船体サイドの燃料タンクが拡張され、 火事も半平行打に変更された。これによって公用性は大きく改善したものの、基準排水量は2125トン、満載排水量は2888トンと、かなり大きく増加しており、速力は顕著に低下した。機関構成は、カルロ・ミラベロ級偵察艦以来の4艦に、軸推進式が踏襲されたが、艦型の拡大に合わせて、出力は、 強化されている。ボイラーは、オデロ式を基本とするが、CNR 社の建造艦では、ヤーロー式が搭載された。蒸気圧力は出会った。また蒸気タービンは、パーソンズ式、オールギヤードタービンを基本とするが、c n q 社の建造艦ではブルッツォ、CNR 社の建造艦では、都市式が搭載された。本級は、海上公儀では、かなりの高速を記録している。 例えば、アントーニオ・ピガフェッタでは、経過排水量1862トンの状態で、出力65530馬力を発揮し、速力41.57ノットに達した。ただしこれらの記録は、チャンピオンデータに近く、ほぼ高速を得るためだけの試験となっている。また、上記の通り、復元性改善のための改修により、速力は27から28ノットまで低下した。 なお本級では、同時期の他国の駆逐艦に先駆けて、機関部のシフト配置を導入した。前後の機械室に、それぞれボイラー二艦とタービン一機が収容されており、全部機械室が左限軸を、後部機械室が右限軸を駆動した。艦砲としては、新型の50口径12.0センチメートル連装砲を搭載した。これは、戦艦、ダンテ・アリビエリア、 コンティリカブール級、偵察艦、クアルトなどで搭載されていたビッカース及び、ムストロングホイットアース製の方、モッド、1909の改良型であり、先行する駆逐艦、偵察艦の標準装備となっていたよりも、砲弾重量、射程ともに強化されていた。本級では、3機の連装砲塔が、前、中、後部にほぼ等分に配置されている。対空兵器としては、 39口径 40mm 単装機銃2機と2機を備えた。その後、1933年から34年にかけての回収により、76口径 13.2mm 連装機銃2機が増備された。そして1940年から1942年にかけての回収により、39口径 40mm 単装機銃はすべて撤去され、 代わりに65口径 20mm 機銃内し、70口径 20mm 機銃7から9機が搭載された。また、ピガフェッタ、パンカルドでは、さらに、後部魚雷発射管を撤去して、2機を増備している。水雷兵器としては、対艦兵器として53.3立方センチメートル、連装魚雷発射管2機、対戦兵器として、爆雷投下機場2条を装備した。 また、列光を除き機雷付設用のレールを設けて、機雷86発を搭載したほか、うち7隻はレールを延長し、機雷の搭載数を104発に増加した。ただし、甲板レイアウトの関係上、機雷搭載時には、巨雷は使用できないという問題があった。なお、上記の1940年から1942年にかけての改修の際に、さらに爆雷投射機も搭載された。 なお1942年末にはパンカルド・マロチェロが国産の及びドイツ製のレーダーを搭載、またデッコ・ベラザーのマロチェロ・パンカルド・ビバルディがソナーを乗した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。